クリス・アイザッククリス・アイザックはアメリカが衆国カリフォルニア州出身のシンガーソングライター、俳優。父方から国会ドイツ人の血を母方からイタリア系の血を引いている。1985年にシンガーとしてのデビューを飾るが、その端正なルックスに目をつけられ、1988年にジョナサン・デミ監督の愛されちゃってマフィアで俳優としてもデビュー。 以降、羊たちの沈黙や、ツインピークスローラ・パーマー最後の7日間といった話題作に出演して、キャリアを重ね、1993年には、ベルナルド・ベルトルッチ監督の、リトル・ブッダで主役の一人を務めた。一方、シンガーとしては、1991年にアルバム、ウィッキド・ゲームが売り上げ100万枚に達し、プラチナディスクを獲得。ここから、シングルカットされた。 兄弟曲、ウィケット・ゲームのプロモーションビデオにおいて、人気モデルのヘレナ・クリス・テンセンとラブシームを演じて、話題を呼び、アルバムのプロモーションに大きな効果を上げた。同曲はまた、デビット・リンチ監督のワイルド・アット・ハートの中でも印象的に用いられている。当時、リンチ監督の秘蔵っ子と言われていたシンガーのジュリー・クルーズは、フェイバリットアーティストの一人として、彼の名を挙げている。 1999年にはシングルベイビーリドアバッドバッドシングがスタンリー・キューブリック監督のアイズ・ワイド・シャットに用いられそのプロモーションビデオにおいて再びハーブ・リッツと組んでいる以降もコンスタントにアルバムリリースと映画出演を重ね米勝利図いにユニークなキャリアを残しているありがとうございます